はい、こんにちは、竹島社長です。ね、今日は、あれ何年しかやってるかな、まあ、分かんない、デリカスペースギア、いつも通りでございます。グダグダでございます。今日はね、スペースギアかな、確かこれね、これ、確か13年だと思ったんだけど、これね、まだ結構いいお値段する、まあいいお値段って言ってもね、まあ、大学生の初任給ぐらいかな、ぐらいのお値段、まあ、そこまでいかないかな、でも、いまだにそんなにするんだっていうような感じの、印象ですね。でね、チャンネル登録と、高評価、よろしくお願いします。今月はちょっとね、僕も今日結構暇なんですよね。まあ、暇っていうわけでもないんですけど、なんかね、くだらない仕事ばっかあって、なんかこうパッとしないんですけどね。だからね、これ多分ね、ちょっといいやつだと思うんですよ。なんだかわかんないけど、シャモニーとかさ、なんかそんなような名前だと思うんですけど、ごめんなさい、ちょっと全然調べてないんで、とりあえずね、カーセンサーと YouTube とね、用の撮影をね、一気にしてるもんで、で車の方で、ね、見ていきますとね、やっぱり経年劣化でね、こういうところがね、やっぱちょっとこうひび割れしてきちゃってるんですね。はい、でここなんかはもうバリバリバリってぶつけちゃってるんだよね。ぶつけちゃってるんですよ。あ、ぶつけてもね、そんなにあれはないんだけど、ここもちょっとちょこっと削れてるけどね。で、ここにちょっと飛び石。おいとね、ここちょっとごめんなさい、まだちょっとね、水垢がついちゃってるんだけど、あれここがね、バーン、多分ね、これドア開けた時にね、こうドア開けた時にここになんか物があって、バーンってぶつかったんだと思うんで、その時の傷だと思います。ここね、10センチぐらいかな。はい、こんなぐらい。まあ、私の手のひらってね、あんまないだけど、まあ、このぐらいかな。うわっていうか、ちょっと小指の爪がなんか割れてる。ちょっと鼻くそほじるの大変なんだけどね、やっとこう伸びてきたかなと思ったんですけどね。はい、ここちょっと削れてますね、剥がれちゃってます。ここもな、ここ点あるから、あとここかな、ちょっとステッカーね、削れちゃってますね。ここも、あとここか、ここにもともとなんかあったと思うんですよ、なんかこうね、デリカスペースギア、どたらこうたらうんたらこうたらっていうね、やつがあって、これ見てたほら、三菱スーパーセレクト 4WD とかに書いてあってね、なんか書いてあったんでしょうね。ステッカー剥がれ始めてますね。昔懐かしいテルゾーのはしご、まだ売ってんのかな、こういうのって。あんまり僕こういうのつける人じゃないからね、まあ、つける車はあんま乗ってないからなんだけど、あとここね、ちょっとちょんちょんちょん、あとここね、こんな感じで削れてます。でも、なんだろう、もう何年経ってるの、もう20年近く経ってるのかな。確か13年は、ごめんなさい、13年で良かったと思う。もしかしたらもっと古いかな、まあ、仮に13年だとしても、17、18、19、もう来年で20年じゃないですか。その割には綺麗にね、残ってると思いますよ。ただね、持ってきた時点でね、まあちょっとまあ見てもらったらなんですけども、ルーフですね。まあ、持ってきた時点はね、もうね、もう真っ黒だったんです。真っ黒ってことはないけど、もう水垢だらけでね、まあ、やっとここまで落としたんですけどね。いやー、ひどかった。多分ね、ずっともなんかどっかにもね、放置してたんちゃうかなぐらいのね、まあ多分乗ってたと思うんですよ。エンジンもね、バリバリかかるし、調子もね、大阪の方、大阪市内の方から乗ってきたんですけども、ちょっとタイヤがバランスが悪いのが、ちょっとガタガタガタっていうね、スピードによってはなる時があったんで、ちょっとあれでしたけど、まあでも全然調子良かったですからね。まあ、それ除けば本当に全然いいんじゃないかな。で、中入っていくと、
ちょっとね、やっぱ汚いって、お仕事で使ってたみたいなんですよ。お仕事で現場回りしてたみたいなんで、ちょっとなんか汚い、まあ、掃除すら綺麗になると思いますけどもね。距離がね、ちょっと見えないかな。8万433キロ、今の現時点ね。で、もちろん四駆ですね、これね、四駆のレバー、もちろんオートマですけども、はい。で、やっぱ最大のこのデリカの、特徴って、そうやで、これ下手したら2トン車よりも高い位置での運転席の座る位置があるんじゃないかな。結構見晴らしがいいってことですね。これでリフトアップとかしたらね、楽しいですよね。で、ちょっとこう林道とか、まあ、あんまり僕は推奨しないけど、川とかね、あれとか渡ったりとか、まあ、そういう施設に行きゃいいと思うんだけどね。あんまり普通の自然とかのところ、普通の本当にその林道とかね、あと小川とかなんか渡る人おるけど、あんまり僕はあれ良くないと思うけどな。自然破壊しちゃってるような気がするんで、やっぱね、自然のそのまんまの状態でね、確保してほしいですね。まあそうは言っても人間は、ちょっとここ運転席ね、タバコの穴ありますね。人間はまあ生きてるだけで自然破壊しますからね、あんまり関係ないのかな。なんてちょっとね、今日かっこいいこと言っちゃったりしますけどね。で、後ろの席ですね、こんな感じです。3列目、2列目はこんな感じになってます。で、2列目はね、向こう側もうべったりね、フラットになってたんで、多分向こうで昼寝とかしてたんじゃないかな、現場とかでね。で、タバコは、タバコの匂いはしないけど、あ、吸ってないみたいですね、タバコ。あ、でも吸ってたかな、過去には吸ってたかもしれないけど、多分その極力吸ってなかったんじゃないかな。あとジュースホルダーね、これね、匂いはそんなに気にならないです。まあもちろんその個人差があるんでね、タバコの匂いっていうのは 100% しませんかって言ったら、まあそんなことはないんですけどね、いう感じです。じゃあね、ちょっとエンジンルームの方行ってみたいと思います。そしたらね、エンジンルームになります。エンジンルームってちょっとね、ちょっと汚いかなと思いますけども、エンジンは滑らかですね、めっちゃ滑らか。これなんだろうね、なんか配線があるけど、でもこれなんだろう、わからないけど、何の配線なんだろう。配線一つはアクセルのワイヤーですね。で、これがなんかつけたんだろうな、これね、ちょっとわからないですけど、もしかしたら車検の時で取られるかもしれませんけども、バッテリーはなんか新しそうだけど、でもなんかここはちょっとね、吹いてるな。まあそんな感じの車ですね。多分デリカスペースギア、はい、4WD です。まあ程度はね、まあ中の上ぐらいって言ってもええんちゃうかな。結構綺麗なお車です。よかったら、お問い合わせください。さあ、チャンネル登録と、高評価、よろしくお願いいたします。さあ、次回作まで失礼します。